第2代ブリッジウォーター伯爵、ジョン・エジャートン第2代ブリッジウォーター伯爵、ジョン・エジャートンは、イングランド王国の貴族、政治家。エジャートン家出身、ピーター・レリーによる、肖像が、1665年、初代ブリッジウォーター伯爵、ジョン・エジャートンとフランシス・スタンデーの三男として、1623年に、生まれた。1633年に、 グレー放送員に入学した。1649年12月4日に父が死去するとブリッジウォーター伯爵の爵位を継承した。1660年7月3日から1686年10月26日までバッキンガムシャー首席治安判事を、1660年から1686年までバッキンガムシャー当官を、 1681年から1686年までハートフォード社当館を務めた。また、1663年5月24日にオックスフォード大学より MA の学位を授与され、1667年2月13日にイングランド数密院の数密顧問官に任命された。1686年10月26日に死去。 11月4日にリトルがズレンで埋葬された。長男ジョンが爵位を継承した。1641年7月22日、エリザベス・キャベン・ディッシュと結婚、下記の史上を設けた。ありがとうございます。